こんにちは、ゆっくり霊夢です。こんにちは、ゆっくり魔理沙だぜ。今回は、リチャード、チェイス、について解説していくぜ。どういった人物なの？アメリカで6人の犠牲者を出した事件の犯人だ。海外の事件だと結構残虐なものも多いよね。日本と違って銃の使用が認められているところもあるからな。それではゆっくりしていってねー。リチャード・チェイスはアメリカ合衆国カリフォルニア州サクラメント出身で、その地名を用いてサクラメントの吸血鬼という異名を持っているぜ。海外の事件なんかだと異名をよくつけられているよね。無駄にかっこいいものがあったりするし。たまにあるな。だが奴らは犯罪者。リチャード・チェイスも悪魔が降臨したかのような数々の行動を行っているんだ。その内容は目を疑うものばかりだぜ。悪魔のようって通常では考えられない行動ってことかしら。精神的に問題でもあったの？その通りだ。では、彼の精神が歪んでいった背景について解説するぜ。リチャード・チェイスは小学生までは、おとなしいもの静かな性格で特に問題なく成長する。平凡な日々が続くと思っていたし、望んでいた。しかし、彼が12歳の頃に母親が精神不安定となっていき、歯車は狂い始めた。子供の頃の母親の影響ってかなり大きいと思うんだけど。彼も例外ではなかっただろう。母親は夫の浮気を疑ったり、自分に毒を盛ろうと企んでいる、麻薬中毒だと思い込むようになった。それを自分の子供に言いながら、日々接していたようだ。父親の悪口を言われながら育ったってことね。なぜ母親はおかしくなってしまったの？日々のストレスで発症してしまったのかもしれないな。この時適切な治療を受けていたら、家族3人笑顔で暮らせたかもしれないぜ。ということは家族仲がどんどん悪くなってしまうの？ああ。妻に虚言ばかり言われる夫は当然面白くない。言い争いは頻繁に起こり、二人は平然と息子の前で罵り合いをするようになっていた。日常的に両親の喧嘩を見せられるなんて嫌すぎる。彼は子供であった自分が悪いから両親が不仲になってしまったと思い込むようになる。小さな心は蝕まれ、母親の病が移ったかのように不安定になっていったんだ。子供である彼が自分を責める必要はないのに。当然家で安らぐことはできず、もともと内気だったものがさらに塞ぎ込むようになってしまった。居心地も悪くなり、どんどん精神は歪んでいった。うちで落ち着けないなんて辛すぎ。しかし、彼も成長して思春期を迎えることになる。ホルモンの影響でイライラしたり、孤独感を味わったりして通常の発育でも、複雑な心境を経験するから不安定となりやすい。じゃあ、思春期の影響による心の変化と家庭環境が重なってしまったんだね。彼の見えない内面はすでにズタズタになっていた。家庭内の居心地の悪さをごまかすかのように酒に溺れ、薬物に手を出すようになる。薬ダメ。絶対。お酒も飲みすぎは良くないね。心の拠り所もなく、酩酊状態でないと見るに耐えない家庭環境だった。すでに彼は自暴自棄に至ってしまっていたんだ。身だしなみに無頓着になり、お風呂や歯磨きといった清潔感を保つ行為もしなくなっていた。異臭を放つようになり、クラスメイトは距離を置くようになっていく。日常生活に支障をきたすようになっているね。そんな状態じゃ避けられるのも無理ないわ。うちでも学校でも居場所がなくなり、さらに孤独を味わうことになったリチャードは、負のスパイラルから抜け出せずにさらに悪の道を進むことになるんだぜ。ひどい環境が彼を狂わせてしまったのね。やっぱり幼少期の環境って大切だわ。悪環境で育った彼は徐々に精神疾患の兆候が現れ、非行を繰り返すようになっていくんだ。また、今までの問題以外にも彼を悩ませていた出来事があったぜ。まだ何かあったの？十分過酷だったと思うけど。彼の第一印象は爽やかな好青年だった。年頃になれば恋もするしデートもした。一見、青春を謳歌しているように感じるが悩みがあったんだ。女性関係なんだ。デートもしたとなれば問題はなさそうだけど何かしら。ED によってセックスができなかったんだ。それでガールフレンドも去ってしまい、彼の恋はあっけなく終わってしまった。この出来事がますます彼を壊していったぜ。年頃の男の子が性のコンプレックスを持つなんて厳しいよね。よっぽど信頼関係のある相手でないと相談もできないんじゃないかな。彼も友人に打ち明けられないまま、それでも現状を打破しようと18歳の時に病院の門を叩いた。診察の結果、彼に伝えられたのは、抑圧された怒りが溜まっているということだった。本当は重い精神疾患を抱えているのではないかと医師は思ったようだが、この時告げることはなかったようだぜ。せっかくのきっかけだったのに、この時治療が行われていればと考えてしまうわ。
彼の気候は収まるどころか悪化していく一方だ。自分ではどうしようもなくなってついに病棟へ押し入るように訪れ、助けを求めた。自ら病院に行くなんて自覚症状がちゃんとあったのね。どのように悪化していたの？胃が裏返ってしまった、頭の後ろから頭蓋骨が飛び出るから痛いと。ひどい妄想を訴えてて匂えない状態だったんだ。しまいには心拍が止まったと発言しだし、拘束を余儀なくされたぜ。診断結果は妄想によるひどい精神分離か薬物過剰摂取による中毒症状だった。ここまでのことを考えたらそうよね。でも、病院には来たわけだしここから治療が始まるんじゃない。ところが彼はあっけなく返されてしまうんだ。嘘でしょ、どう見たって簡単に治る症状じゃないわよ。もちろん良くなったわけではないぞ。リチャードのおぞましい行動はエスカレートしていくんだぜ。彼は友人とルームシェアをしていたが共同生活が不可能となり、母親の元に戻った。だが、過去のトラウマが思い起こされたのかますます薬物に手を染めていった。彼と母親を一緒にするのは間違いだと思うわ。混ぜるな、危険ってやつ。そうだな。彼は180センチの高身長だったが体重は65キログラムまでげっそりと痩せていた。見かねた父親が別に住居を与えて住まわせたんだ。一人暮らしになったことでさらなる孤独を招き、凶悪事件を起こすんだ。すでにこの頃には動物をターゲットにして妄想に浸っていたぞ。でも、なぜ生き物に手を出すようになったの？精神的なものか薬物の影響によるものかはわからないけど、母親に毒を盛られたことで自分が奇病にかかってしまったと思い込んだ。母親も毒を盛られていると思っていたよね。嫌なところを受け継いでいるわ。トラウマが原因だしやはり彼の中で幼少時の生活は大きかったんだろうな。彼の言う奇病は血液が粉状になってしまう不治の病で、生き延びるには生きた動物の血を体内に取り入れるしか方法がないと思っていた。彼は毎日ウサギを捕獲したり購入して、内臓を食べていた。体に良いことをしていると信じきっていたんだ。無理。生きた動物ってことは生でしょ。よくわかったな。彼にとっては必要な栄養素であった。普通の人が健康を気にして野菜を多く摂取するとか、バランスの良い食事を心がけるといったことと同じような感覚だ。そんな感覚で生の臓物食べるなんて考えられない。体にも異常をきたすんじゃないの。もちろん中毒症状を起こして病院へ担ぎ込まれたぜ。でも医者もなすすべがなく気が狂っていると判断し精神科に送り込まれたんだ。医者でなくても狂っているとしか思えないわ。入院することになっても気候は止まらなかった。ED のコンプレックスもあり、新鮮な血液が全身に行き渡れば正常に機能すると思って積極的に摂取した。どこかで手に入れた情報なのか幻聴だったのかはわからないが、彼はどうしても血を取り入れなければならなかったんだ。どうやって、まさか輸血パック盗んだりしていたの？さすがにそんなことはできないぜ。部屋の屋根に止まっていた小鳥を手づかみで捕獲した。頭を歯でちぎって血をすすっては口や服を真っ赤に汚してさまよっていた。そんな恐ろしい姿から看護師の間ではドラキュラと呼ばれていたようだな。手づかみで捕まえられるってすごいね。そこまでして血が欲しかったのかしら。彼にとっては命に関わる問題だからな。結局、母親の監視下であることを条件に退院することになったんだぜ。また、しかも母親のところなんて絶対ダメでしょ。医者もそこまで把握してなかったのだろうな。相変わらず血を必要としていたから、近隣住民でペットとして飼われている。犬や猫をさらってきてはナイフで切り裂き、内臓を取り出していた。家族同然のペットが犠牲になるなんて飼い主はショックだっただろうね。事実を知ったらなおさらな。しかもこの頃には生食ではなく、ミキサーでペースト状にしてコーラで割って飲んでいたみたいだぜ。また気持ち悪くなっちゃったわ。母親は何していたのよ。動物を切り裂くところや血液を顔に塗っている場面を目撃しているが、何にも驚かず病院へも通告しなかった。挙句の果てには動物の購入資金も渡していたな。やっぱり母親の管理かなんて間違っていたようね。管理って言ってもほとんど放置だったぜ。だから彼の行動も大きいものに変わっていった。ある日、湖のあぜに呆然と立ち尽くしている姿を警察に発見される。リチャード、ジェイスは裸で血まみれだったから殺人犯と疑われ職務質問された。車内からライフル銃や血が満タンに入ったバケツが発見され、自分の体に必要なものだから取るな、と。わけのわからないことを言うものだから現行犯逮捕されたんだ。血を求めて事件を起こしてしまったのね。だが調査の結果、牛の血であったことが判明して釈放された。牛だったからってよかったとはならないよ。
だんだんと獲物が大きくなっているのも怖いわ。そうだな。ここまで何度も彼は治療を受ける機会があった。この時も動物であったからと軽視せずに精神科医の手配をしていたら違ったのかもしれないぜ。じゃあこれが最後のチャンスだったかもしれないんだね。誰が見ても明らかに不気味な行動を起こしていた彼は、数々の奇行を第三者に発見されている。街では毎日のように口元や服に血がついていて、正常とは思えない姿だった。だが、解放することがないから手に負えず仕方ないとでも言うかのように。誰一人として親身になることはなかったんだ。確かに頼りになるような人はいなかった。彼は一人でどんどん狂ってしまったわ。そして、彼のターゲットは動物から人間に変わることになる。奇病を治すためのさらなる良質な材料として。孤独な彼にはすでに同じ人間という考えはなかったのかも。ついに人の命を奪うことになった。年の瀬で人々はせわしなく動いている1977年12月29日。面識のない男性に向かって発砲したんだ。動機は予行練習と母親にクリスマスを一緒に過ごすのを断られたためという二つの説があるぞ。どちらもどうしようもないわね。その身勝手な犯行について解説していくぜ。ある日、買い物を終えて自宅駐車場に車を止めて歩いていた男性に向かって、車の中からリボルバーで発砲した。銃弾は体を撃ち抜き、息絶えることとなった。見ず知らずの人に突然撃たれるなんて誰も想像しないわ。いきなりすぎて家族にとっても辛かったでしょう。目撃者もいたけど、お互いに面識のない無差別な事件だったから、リチャードが容疑者として上がることはなかった。おもちゃのように武器を扱う若者が犯したものと勘違いされていたぜ。証拠もなかったから、犯人の指名手配もできなかったみたいだ。無差別事件が起きたなんてなったら近隣住民は安心できないね。お目当ての血や臓物が入手できなかったこの事件を彼はなぜ起こしたの？この事件で使用した銃は手に入れたばかりのものだ。使い方や威力を確かめるためだった。武器によって人が殺せるのかの練習ではないかと言われているぜ。身勝手すぎる理由じゃない？次に生かそうと試みたのかもしれないぜ。最初の事件で捕まらなかった彼はさらなる事件を起こすんだ。お目当てのものを手に入れるために。それだけで凄惨な状況だと想像がつくわね。第二の事件では一気に彼の名を有名にし、その残酷さと異質な行動で世間を震撼させたぜ。目を背けたくなるような内容だが詳細を解明していくぞ。事件が起こったのは約1ヶ月後、1978年1月23日だ。妊娠4ヶ月であった22歳の若い妊婦がゴミを捨てようと外に姿を現す。ゴミ捨てしていただけの相手なんて相変わらず無差別で突然なのね。徘徊してターゲットを探していた彼の目に不運にも止まってしまったんだ。無言で近づいたと思った矢先、いきなり発砲した。命を落とし倒れ込んだ彼女を室内へ引きずりながら運び込むと、目的を達成するために実行に移すんだ。ついに人の血肉を取り込むことになったわ。引き換えに我が子の誕生を心待ちにしていた女性が犠牲となったがな。キッチンにあった包丁を胸に深く入れると下腹部まで裂き、腸をはじめ内臓を外に取り出した。その姿はまるで人体模型のようにあらゆる内臓が丸見えにされた。膵臓、肺、肝臓を取り出して滅多刺しにし、形をとどめていないくらいのミンチ状になっていた。はぁ、まるで解剖。動物は今まであっても、人間は初めてだしな。腎臓だけは一旦取り出してから元の位置に戻した。便意を催した彼はその場で用を足し、被害者の口へ排泄物を突っ込んだ。あたりは血に染まり残虐さを物語っていたぜ。亡くなった後まで好き勝手されてひどすぎるよ。最後の行為は何か意味があるの？わからないが、泥棒の間では盗みに入った家で排便をすると、捕まらないという古い願掛けがあるみたいだな。他にも、こうした凶悪事件の犯人は犯行後に便意を催すことが多いとされているようだぜ。よくわからない思考だわ。臓物を食べたのかはわからないけど、たまたまゴミ箱に捨ててあった。空のヨーグルト容器で血をすくって飲み干していたんだ。顔にも化粧品を塗るかのように息地をつけ、現場を後にした。妊婦さんってことは旦那さんがいたのよね。発見者は旦那さんかしら。そうだ。夕方帰宅した夫が通報したことで事件は発覚したぜ。衝撃的な光景は目に焼き付いたまま長年、うなされていたと言われている。夫は立ち直ることもできず、ただ呆然としながら時間が過ぎるのを待つようだったみたいだ。最愛の妻がそんな姿になっていたら絶対トラウマになるよね。一家を不幸に陥れたリチャード、ジェイスの罪は大変重いものだ。
第3の事件では現場に彼の体液が残されていた。ED というコンプレックスを抱えていたから、今まで絶頂に達したことはなかったと思われる彼は、念願の射精に至っているとされているんだ。念願って？とりあえず事件の詳細をお願いするわ。じゃあ犯行の様子や死後の破損状況など交えて解説するぜ。第3の事件は1978年1月27日、獲物を探してふらついていた時、たまたま施錠していなかったシングルマザーの家に入り込んだ。たった4日しか経ってないじゃないの。人間の味を覚えてしまったんだ。家にはこっそり侵入したが、遊びに来ていた恋人と出くわしたため、至近距離で発砲。その後はシャワーを浴びていた家主の女性に向けて発砲し、生き絶えるとベッドへ引きずっていった。第二の事件を考えれば蹂躙されるのでしょうね。前回と同じように内臓があるお腹目指して深く切り裂いているぜ。滴る息地を死するために腸を無造作に取り出してデスクって飲んだ。肛門から彫刻刀を執拗に突き刺した傷は子宮まで達していた。ナイフを使ってあらゆる内臓を滅多刺しにし、目もくり抜いた。なんか前回よりひどくなっているわ。無残な姿の彼女の隣には6歳の息子が横たわっていた。弾丸2発に撃ち抜かれて即座に亡くなったとされている。小さな子供まで標的になるなんてかわいそう。だが、この事件ではリチャード、ジェイスにとって予想外の出来事となる。当日、息子が近所の女の子と遊ぶ約束をしていたが、いつになっても訪れないから自宅に呼びに行った。その時リチャード、ジェイスと鉢合わせとなって事件は発覚した。タイミングが悪かったわね。警察により解剖が行われた結果、女性の大腸からは大量の精子が検出された。おそらく内臓を切り刻むうち、性的興奮を覚え始めての絶頂を迎えたのではないかとされているぜ。そんなことでコンプレックス克服してほしくなかったわ。他にも幼い子がいたんだ。亡くなった女性はベビーシッターをして生計を立てていて、その日も1歳過ぎの子供を預かっていた。約束をしていた女の子が突然来たことに彼は驚き、預かっていた子の亡骸を抱えて逃げたんだ。4人も犠牲を出すなんて、連れ去った子はどうしたの？自宅まで持ち帰って首を切断し、内臓を無造作に取り出して豪快に食べたそうだ。せめてもの罪滅ぼしか残った亡骸は箱に入れて教会近くに遺棄したぜ。小さな子までも食べられてしまったのね。その後は不審な動きの男を目撃した多くの近隣住民とバッチリ見ていた女の子によって似顔絵が作成された。そんな現場に遭遇した女の子もかわいそうね。ショックは大きかっただろうな。独特な特徴がない顔立ちだったから難航するかと思われていたが、突如急発進し出したんだぜ。神様は悪を放ってはおかなかったわ。数日前に偶然、買い物先で再会したクラスメイトが、ボサボサな手入れのされていない長髪、痩せこけた病的な顔、目だけがギラついている不気味な姿に強烈なインパクトがあり覚えていたんだ。知っている人が指名手配犯だなんて信じられないわよね。クラスメイトももしかしたら似ているかもくらいだったが、通報したことで一気に解決へと突き進んだんだ。リチャード、ジェイスの住まいを訪れた警察は、逃げようとした彼を取り押さえ質問をした。はじめは否定して認めない姿勢を崩さなかった。しかし、室内に入ると彼の凶行は明らかだった。何か残っていたのかしら？瓶詰めの内臓らしきものがインテリアのように陳列され、ベッドの上には脳みそらしき物体が無造作に置かれている。壁一面は赤く染まり、誰が見ても明らかに怪しい男は署へと連行されていった。想像以上だったわ。でも、こうして短期間に6人もの犠牲を出した犯行は止まったね。当初は、自分は心臓が弱く重い精神疾患を患っていることを前面に出し無罪を訴えていた。しかし、実際に取った行動は警察を見て逃げ出したこと、凶悪な犯行を知らないと否定している。心臓は妄想の病だし問題にならなかったとしても精神的には明らかにおかしいわよね。だが言動や行動から悪いことをしたという後ろめたさがあり、捕まると思っているから行われた一連だとされているんだぜ。自分のしたことがやってはいけないことだという認識があったってことね。そうだ。だから責任能力はあるものと判断された。裁判官からは責任能力がなかったとは言わせないと断定され、死をもって償うことほか、更生は難しいと確定されたぜ。精神疾患については一切論議されることなく、淡々と刑罰は読み上げられていった。責任能力はありそうだけど精神疾患もあるでしょう。収容された後も、幻覚などに悩まされていたみたいだぜ。うつ病と診断され、症状を抑える薬が処方されていた。裁判時には取り上げられなかったけど精神疾患は後々認められたのね。
投薬治療で改善すればいいのだけれど。それが彼は服用することなく溜め込んでいたんだ。それを一気に体内に取り込み、致死量に及んだその量によって自害した。彼が亡くなったのは1980年12月26日、クリスマスの翌日のことだった。世間が賑やかにお祝いしている中、彼はその生涯を終わらせようと悩んでいたのかもしれないね。いつまで経っても面会に訪れない母親に会いたい気持ちが、最初の事件のトラウマを思い起こしたのかもな。最初の事件の頃からずっと母親を待っていたのかも。結局、彼は母親に愛されたかっただけかもしれないわね。30年という短い人生の中で彼が幸せだと感じた瞬間はあったのか。事件発覚後は批判が多かったが、死を遂げた後はかわいそうな人だという声も上がっているぜ。事件を起こしたことは許されるべきことではないけれど、生い立ちから知っていると確かにかわいそうだと思うわ。自害という最後も含めてね。塀の中でも異質なオーラを放って幻聴や幻覚に対応していたみたいだ。そんな不気味な姿を周りの囚人はからかいの対象にしたみたいだな。海外の刑務所内はかなり厳しいと聞くわね。彼に対し、自殺してしまえ、と言ってはならない言葉を吐き捨てていたぜ。罪人の集まる場所では容赦ない出来事は日常茶飯事だったと考えられるな。彼も自分は弱いということを告げていたくらいだ。そこでは銃もナイフもないものね。純粋な体力勝負になれば痩せこけた彼では不利でしょう。彼の最後については自らの意思によるオーバードーズという説もあれば、ひどかった症状を一刻も抑えようと大量に摂取したのではないかという意見もあるんだ。自害か事故かってことね。本人に確かめることができないから闇に包まれたままだ。結局、最初の事件は母親にクリスマスを一緒に過ごすことを断られたからだったし、彼にとっての母親は大きかったのでしょうね。でも彼女は、息子から処方された薬を取り上げ異質な犯行を野放しにしていたんだ。そんなことまでしていたの？適切な治療を続けていれば症状が和らいだかもしれないのに。痩せ細っていく息子を見て薬を取り上げたそうだ。もっと他のところに気にかけるべきなのに。そうだな、動物を犠牲にしていたのも知っていたから。親の務めとして正しい道へ更生させて欲しかったな。そのため彼はある意味でも被害者として、哀れだという声が上がっている。やはり周囲の環境が最大の問題だったわね。ということでこのチャンネルでは世の中のヤバい人物や事件について解説していくぜ。この動画は事件、犯人の背景経緯を知り今後このような被害に遭わないために役立てていただけたら幸いだぜ。最後までご視聴いただきありがとうございました。